何よ、車掌。私忙しいんだけど。備品？さあ、何のこと？管理方法に問題でもあるんじゃない？見たよ。フェルクリンゲンさんが倉庫から瓶を持っていくの。浮いちゃった。消毒の瓶だよ。運んでいってお金もらってたよね。運ぶ仕事？急用を思い出したわ。フェルクリンゲンさん大丈夫かな。大事な用事に間に合わなかったら大変だよ。そっか、透明でこっそり見てるのよくないんだね。少しだけねんねさせてって、ふぅ、なんで車掌さんが一緒に寝てるの？わかんないよ。もしかしたら私お部屋を間違えたかも。ごめんなさい。まだ学園に慣れてないし、ここなぜか私の縄張りの匂いがするから。車掌さんに非常識な子だって思われちゃう。恥ずかしい。ごめんね。自分では制御できないの。病気だから。私いつも何かのお肉をもぐもぐしてるから、それを飲み込んじゃったんだと思うよ。あと言いにくいけど、寝ぼけて車掌さんをもぐもぐしちゃったかも。飲み込まなくても噛むだけで効果はあるみたい。迷惑かけてごめんね、車掌さん。私湯たんぽじゃないよ。ハイゼングラートでは恐れられるババヤガだよ。
難しい言葉はわかんないけど。すごいね、車掌さんは名探偵だね。名探偵さんなら私がなんで声をかけたかわかるかな。うん、それも正解だよ。車掌さん優しい。車掌さんの言う通り、私は困ってるの。いい匂いがしたからこの商店街に来たんだけど、私いつの間にかスケスケになっちゃってたから、他の人から見えないせいかぶつかってばかりなんだよ。もうそんなにちっちゃくないよ。去年より少し背も伸びたよ。私のお部屋じゃなかったんだ。また間違えちゃったよ。このお部屋、安心するような匂いがするから、どうしようどうしよう、不法侵入っていうのになっちゃうのかな。怒られちゃう。前にそれはやっちゃいけないことだって言われたよ。車掌さんは優しいから怒らない気がするけど、悪い子だって思われて嫌われるのは嫌だよ。気づかれないうちにこっそり脱出しよう。私今スケスケになってるはずだから、こっそり動けば車掌さんも気づかないはず。そうそっと、やー、車掌さんダメ、お洋服を脱いじゃダメ。裸は結婚する人にしか見せちゃダメ、バーバが言ってた。つまり車掌さんは私と結婚したいの？違うよね、そういうことじゃないよね。私スケスケだから車掌さんには見えないはずだし。おひゅん、なんでわかったの？車掌さんには私が見えるの？うん、私オーロラ病で体がスケスケになっちゃうだけだから。体が消滅するわけじゃないし、声とかは出せるの。じゃなくて本当にごめんなさい、お部屋を間違えちゃったの。すぐに出ていくから私を嫌いにならないで。頑張って覚えようとしてるけど、まだ私には
難しいの。ううん、大丈夫だよ。私は強いから。ううん、ありがとう、車掌さん。車掌さん、優しいから大好き。